はい、皆さんこんにちは、アシです。いつも動画を見ていただいてありがとうございます。今回はですね、左右対称に打ち起こしを上げると左右対称に打ち起こしができなくなるということについてお話をしたいと思います。今12月25日に向けてですね、弓道のセミナーの資料を作っております。調子の崩さない姿勢ということで、テーマでお話をしていきたいと思います。調子の崩さない姿勢という言葉の中に含まれている意味というのはですね、さまざまな弓道の専門用語であったりとか、さまざまな弓道の教えってあると思うんですけど、あれを詰め込めば詰め込むほど弓が引けなくなります。体が緊張して伸びなくなります。じゃあそれをどうやって伸ばすのかといったらですね、そのさまざまな弓道の教えや弓道の考え方っていうのはですね、違う捉え方をしないといけません。その違う捉え方を説明するために私は弓道のセミナーを開催します。これは初心者の人が先に覚えておくべき姿勢だと思っております。姿勢を変えれば足で引けるし、肘で引けるし、左右対称にも上がるし、第3で綺麗に形は整うし、30キロでも弓道連盟のような射程でも引けるし、前かがみでも何でもできます。でも逆にこの最初の立ち方を間違えてしまうとですね、全てがうまくいかなくなります。例えば今回のように打ち起こしを左右対称に上げようと思うと上がらなくなります。ではどういうことなのかといったらですね、これは全弓連ではこういう考え方は全くしないんですけども、実際にこの前であったりとか弓道の弓の引き方をですね、違った見方ですると、どうして左右対称に打ち起こしが上がる必要があるのかということをですね、理解できるいいきっかけになるんじゃないかというふうに思います。ではなぜ左右対称に打ち起こしを上げようとすると上がらなくなるのかということですね、ちょっとですね、実際にちょっとセミナーの一部の資料を使ってご紹介したいと思います。はい、こういうことになるからですね。はい、これが今セミナーの一部の資料を今出しているんですけど、打ち起こしをするとですね、体が沈んで弓が上がる感覚ということをですね、意識しないとダメですね。要するに、ただ腕を上に上げるんじゃなくて、呼吸を整えて背中を伸ばして、そして上半身の力がしっかり抜けて、上半身の力が抜けることで下半身にですね、しっかり体重がピタッとくるわけですね。この状態を感じて打ち起こしを上げることをやらないとということなんですね。で、この体が沈んで弓が上がる感覚、これを手に入れてください。これ今第3の入り始めのところを表現しているわけですけど、この感覚を得られれば打ち起こしというのは次の第3のこの動画のこの写真のようにですね、スーッとこういうふうに打ち起こしたか上に上げるだけではなくて、次の第3動作に負担なく入られるんですね。で、左右同じ力で弓を上げるんです。ここがポイントです。なぜ左右対称に弓を上げなきゃいけないのかって言ったら、左側の筋肉と右側の筋肉を両方均等にかけて全体最大限に使いたいからです。でね、これの左右の同じ力で弓が上げられるかどうかというのは姿勢が大事なんですよ。わかります？多分ね、この真ん中のこの部分、この体が沈んで弓が上がる感覚っていうところを見てください。体が沈んで体重がしっかり乗って上半身の力が抜けた状態で弓を上げたらどうなります？左側の筋肉と右側の筋肉は両方均等に上がりませんか？なぜかというと、それ力が抜けてるから。でもですよ、これもし左右同じ力で弓を上げるんじゃなくて、左右同じ高さで弓を上げようとしてみてください。そうすると腕を揃える方向に意識がいってしまって、弓が上がるんだけど体が沈む感覚っていうのが作りづらくなります。無理やり作ろうとして足をなんかすごく体を下に下げようとしたって無駄です。下に下げても上がってきますから。第3に入ったこの打ち起こしで
左右の拳をなぜ揃えなきゃいけないかって考えなきゃいけないんです。どうして全球連の先生は打ち起こしの左右の拳を高さを揃えてあげるようにしてくださいって言っているのかっていうことを考えなきゃいけない。それは姿勢が伸びてて上半身の力が抜けて左右の筋肉、左側の肩甲骨周りの筋肉と右側の肩甲骨周りの筋肉は両方同じ体積と量の筋肉が均等にリラックスしていれば当然使われる筋肉の量も使われる方向も同じになるからその結果揃うんですよ。それをこれを揃えようって揃えるって意識するとですね、実はあの写真は正面からの写真に見えるんですけど脇上面から見るとですね、揃えようとするとどうしても体って前かがみになりやすいですよ。で前かがみにした方が揃えやすくなるんですよ。なんでかって言ったら肩が上がりにくくなるからです、前かがみにすると。だから上がる量が減るのでその少ない上がり肩甲骨の可動域の中で拳の高さが合わせやすくなるんです。しかしそういうことじゃないです。初めての人は姿勢を伸ばしてこの上半身の力を抜いてお腹を、呼吸を入れてですね、下半身をしっかり体重を乗せる、この下半身にしっかり体重を乗せる感覚っていうのが大事なんですよね。これを教えてくださるその先生っていうか全国いろんな弓道の先生、私話聞いてきましたけど、なかなかそういうふうに出会ったことがないんですよ。今日教えられる人がまあほとんどいないんですよ。ってなった時にその力が抜けてるかどうかの少差っていう意味なんですよ。揃えれば OK じゃないんですよ。揃えたって体がずれた上で拳が揃ってたらむしろダメなんです。だって姿勢が曲がってるか曲がってる状態のまんまで力が入ってる状態で拳の位置が揃ってるからいいやって思い込んでたんですよ。あなたの体はボロボロなわけです。あなたの体は姿勢も曲がってるし体もずれてるしちょっと弓の反発力があったらすぐに力が入ってしまう状態なのに見た目の拳の高さだけ揃ってるからいいやって頭の中で思い込んでたら一生もその弓道の姿勢を変えることができないんです。それが弓道の実力を落とす大きな部分です。だからこう考えてください。拳の位置っていうのは揃えるのが大事ではないんです。上半身の力が抜けていれば結果的に揃うって考えられるんです。ちなみに私が使っている柴田勘十郎の弓の場合、柴田京成の弓の場合っていうのは下が立つので左拳が少し上目に上げて初めて拳が同じ高さで揃ってることになるんですよ。そう、鶴と弓が平行にこういう状態だったら拳の力こうなると下がこうやって短くなっ てこうなるんです。強なりの弓がだからこういうふうにちょっと拳がちょっと上目に上がることによって左右均等に揃うので私の弓を引いているどうかっていうのは大体なんかちょっと取り打ち気味に見えるんですけど、あれは近くてですね、取り打ちになってるだけですから。でも左右同じ高さに揃って弓を引いているから後で拳が整ってくるということ。皆さんもぜひ、闇雲に拳を揃えるのではなくて姿勢が伸びて力が抜けた結果同じ力で上げれば均等に上げれば拳の高さは揃う。で次に問題になるのがその上半身の力が抜けて下半身に体重を乗せるというこの乗せ方というのがすごく大事なんです。ここの乗せ方をしっかり理解すれば足は使っちゃダメです。足に体重を乗せるって言ったんですけど足に体重を乗せたんです。足で筋肉使っちゃダメです。足を意識しちゃダメです。その足ではなくて違うところに意識を置くと上半身の力が出てくるんですが、その内容が理解、ちょっと勉強したいなと思った場合は、ぜひ25日のセミナーに、足を運んでですね、一緒に勉強しましょう。以上になります。ありがとうございます。